さあ来ました、座間達也 VS 樋口雄也。やっぱこう選手のタイプを3分割すると、座間達也、樋口雄也、同じ多分分類に入ると思うんですよね。TB 押し女子負けるってどういうことかな。TB 押した女子が負けたってことですか。え、あーそうなんですね。鈴木徹が優勝しないとランキング面白くならない。確かにあのここ今日鈴木徹選手優勝すると面白いですよね。はい、見どころはいかに。そうですね、あの見どころとしてはやはりこの樋口選手がどういうふうにこの座間選手を崩すかですね。それとやっぱり樋口選手の魅力っていうのはやっぱこうアレンジ力ですよね。それとかクリケットの有効な攻め方、ここはあの樋口選手の見どころだと思います。対するですね、あの座間選手はやっぱ爆発力、座間選手はやっぱこの爆発力とやっぱりこの歩き方ですか、ダーツを抜いて戻ってくる感じ、この歩き方がポイントですね、座間選手。肩を揺すりながらひょこひょこ帰ってきますけどね、ザマス。ヒル選手はやっぱりこの自分の攻め方、自分の軌道っていうのをですねしっかり早く把握してますよね。ここでトンエイティを決めて横向いてガッツポーズ。座間選手のこの粘着力ですかね、この粘る粘り強さっていうのが魅力ですよね。さあここは下でもいいんですけどね。はい、161で上がり目はしっかり出してきました。来ました。そして17、あ、行かないんですね。もうここは17からインナーかなと思ったんですけど、まあまあそのこのハードと違うのはこのターゲットが広いので、そして54ね、でザーニアルナイスアレンジ。ハードと違うのはターゲットが広いので、あの本当にハードのアレンジとは違うやり方ができます。ちょっとタイミングがずれた、2投目のタイミングのずれをそのまま引き継いで投げ急いでしまった感がありますよね。完全にタイミングずれたまま投げてしまった。
ダブルトップのね2投目タイミングがずれて、完全にフォロースルーが遅れたんです。なので一拍置いて投げてほしかったですね、樋口選手は。樋口選手のゼロワンブレイクはちょっと痛かったですね。ここで座間選手が乗ってきます。良かった気がしますけど、まあ、トリプル外さないという自信があったんじゃないですかね。だからインナートライしなかったから、その逆に座間選手のハートに火をつけたかもしれませんね。さあカットからの加点、ビッグラン。カットからのオープンできず、いやガチは今日ほぼ外してない、ほぼパーフェクトスイッチングしてるよね。いやほぼ今日パーフェクトスイッチングです。スイッチャーのちょっと精度もすごいです。ここでベッドだ。ビッグラウンド行っちゃいましたね。ガチはなんでガチ、ガチガチはガチガチ歩くからじゃないですか。ガチガチ、さあオーバーまでだ。これで座間選手が大ピンチに陥る。なんでガチって言われてる。はい、さあ15、16ブル回り。なんでお前は解説しっかりやれって、ガチから言われました。そしてカットからのあまりなし、きっちり決めてきました。まあこれグータッチしたしましたよね、樋口選手。これグータッチの手を差し伸ばすということは、もう気が動転しているということですね。
さあここでセブンマーク。初ミス。カットオーバーできず。樋口選手イライラしますね。ここは冷静に冷静にですね、冷静にならないといけない側の樋口選手だと思いますね。そしてルーティンが1個増えましたね。1回確実に横向きようになりましたよね。あこの3投、おっとこれミスですか。いやオープンだけですね。これでザマ選手楽になった。そうですね、走る局面ですよね。カットからのオーバー、そしてビークランド松木ガッツポーズ付き、伸び上がってのガッツポーズ。ザマ選手、ザマ選手もですねミスは少し多いんですよね。こう爆発力あるんですけど、こう2マークとかですね1マークとか、枠をずらすことがちょっとあるんですよね。やはりこの癖のあるこのフォローするのちょっと手前で体が左にスライドするっていうのがね、ザマ選手のちょっとミスが多くなるフォームの原因じゃないかなと思うんですけどね。ここの最下点の時に体が左にスライドする、そうですよね、ここからこうですよね。ルーティンが一つね、樋口選手増えましたね。横に向いて。さあザマ選手ベスト8進出。さあ男子の状況どうなってますか。